こんにちは、あやのです、YouTube を見てくださってありがとうございます。皆さんご機嫌いかがですか？ちょっとね、チャネリングしようと思います。なんでかというとですね、今度の、遠隔ヒーリングですね、この夏至のタイミングですね、日曜日の、午後の3時半から行うんですけれども、レムリアのね、クリスタルのエネルギーでやっていくんですが、結局それってこう、なんていうのかな、大きなこう柱としては、地球上にあるレムリアのクリスタルたちをアクティベーションしながら、まあ、私たちも一緒に、そういった、高い周波数のね、バイブレーションを、まあ、こう一緒に受け取ってシフトアップしていくということで、まあ、ざっくり言うとアセンションを後押ししていくってことなんですけど、アセンションですね。もうもちろん聞いたことがある方も、何ですか、そういう日本語ですかっていう方もいらっしゃると思うんですけど、私ももちろんこう日本語にね、まあ直すとこう次元が上昇するとかさ、よくシフトアップするとかさ、3次元から5次元に地球が変わってますとかって言うけれど、実際、じゃあどういうことなのとか具体的にって言ったら、やっぱ説明できなくないですか？まあもちろん今の自分のこの思考っていうのかな、この思考だよね。それではうまく説明できないっていうこともあると思うんですよね。3次元に基づいてますから、今のこう話してるとか認識してるっていうね、それは、3次元上なので、4次元5次元っていうものを言葉で表現していくのってすごく難しいとは思うんですね。でもそういあともうそうあともう一個。私、あんまりこう、知りたい欲求みたいなね、知識欲みたいなのって、ちょっと残念ながらというかさ、ないんですけど、だけど、例えば、アセンションっていうね、その自分の、うまくさ、こう、説得力を持って人に話せないようなことだとして、それがね、例えば人生100年、80年でしたけれども、まあ、100年時代になったとして、私今40だから残り60年、60年かけて、アセンションっていうのが完了するのかどうかっていうところすら怪しくないですか？そんな、差し迫ってさ、例えば60年、自分が100歳まで生きたら、5次元になった地球を体験してるのかって、そこも怪しくないですか？宇宙のそういった計画って2、30年でガラッと変わるのかな？4、50年、60年経ったら、アセンションして、まあそれが無事成功したら、っていうと、いや、この今のね、自分の人生で終わらない、やっぱり途中経過にあるのかなと思ったんですよね。で、それも一つだから、なんだろうな、それをこうアセンションってどういうことなんだろうって知ったところで、自分が最後まで見届けることもないのかなって思ってみたりとか、あともう一個はね、なんでチャネリングしていこうかと思ったかっていうと、まあそうしたアセンションということをね、まあ、身近にっていうか、まあもちろん、そんな壮大な流れで自分が全部体験できないし、全部認識できなかったとして、もう現在進行形で起こっていることには間違いないなっていうところはあると思うんですね。だから、ってことは自分の現実にね、置き換えて見たときに、自分のさ、よくさ、すべては相似形、フラクタルっていうふうにね、表現されるんですけど、例えばさ、自分の体っていうものは、この地球とリンクしていて、この地球っていうのは宇宙とリンクしてますよ、みたいな。例えば自分の、そうだな、体の中がさ、不調和でさ、こう血液が汚れてるとかさ、ミネラルのバランスが悪いってことは、今、マザースももしかしたらそういう環境的なものでとかさ、体験汚染でとかって、そういうふうなことが、こう、相似形っていうのは似た形として現れている。だからミクロもマクロも、突き詰めると一緒だっていう、そういうことだと思うんです。ってことはアセンションって言って、宇宙視点からね、3次元の私たちが捉えるよりは、個々人の自分のこととして、どういうプロセスに今あるのかっていうことを見ていった方がいいんじゃないかなと思ったんです。っていうことで、
自分たちのこの位置、パーソナリティを持った私たち人、一人の人として、そういったアセンションをどう捉えていったらいいのかということをチャネリングしたいと思いました。はい。お相手なんですよ。誰にね、アクセスしていこうかなと思って。うん、でも、あの人かな、この人かなと思って、もう、あ、ちゃう、ちゃう、ちゃうと思って、なかなかこう、録画できなかったんで、まあ、もう、押してしまえと思って、今、こう、撮ってるんですけど、どうしてもね、やっぱ、レムリアのそういった、感じがするんですよね。まあ、レムリアのどちら様ですかってか、全然知らなすぎて、あれなんですけど、まあ、ちょっと、レムリアの時代の、そういった、エッジを持ったエネルギー体として、今私たちにとつながれる方、そういったエネルギー、そしてアセンションについて、より具体的にね、自分たちの身の内で、起こしていける変化とか、歩んでいくプロセスのそういったガイドっていう感じでメッセージをくれるものと、つながっていきたいと思います。そこから、リーディングしていきますよ。もう半分入ってますね。ちょっと待ちくださいね。はい。ね、名前はね、もちろんごめんなさい。私わかんないんだけど、女性的な、シンボルとして来てますね。女性的なシンボルですね。じゃあ名前聞いてみましょうか。ベシュルシュピティ、ベシュルシュカ、ベシュル、ベシュルピティ、ヤナさん、ベシュルシュカ、シャビティティティ、ライトランゲージで話してくださってありがとうございます。あなたがライトランゲージで私が日本語で話しているなんてなんだかおかしいですね。私もライトランゲージを少し挟んでいきましょうか。私は、レムリア時代に、地上に降りていた、マザースとそういったレムリアの、橋渡し、そういったレムリアのエネルギーだったり、人々だったり、バイブレーションとマザースをこう橋渡し、つないでいたような、そういう仲介役、調整役といったような感じですね、のものなんです。もちろんエネルギーを扱っているものです。当時は、マラジュアと呼ばれていました。はい。よかったら私のことを皆さん、アクセスするときマラジュアと呼びかけてください。こんにちは。はじめまして。このような場に、アクセスする。そして、三次元上の言葉として皆さんにおつなぎすることができて、とても光栄です。あやのさんが、いわゆるアセンションというものを個人でどう捉えていったらいいのか、そして、個人がそういった次元上昇、いわゆる、意識の拡張を行っていくことが、地球との、地球と調和を保ちながら共にシフトアップしていくことにつながるんじゃないか。それが、決して共にあるということじゃないかというような、方向性を持ってアクセスしてくださったことをとても喜ばしく思っています。さあ、じゃあ、もう少しより具体的なお話をしてまいりましょう。まず、変化が起こっている時期というのは、よりエネルギーが活性化、活発化しているといったイメージを持ってください。それには、普段あまり干渉し合わないようなエネルギーですら、露骨に影響を与え合っています。そして、バランスを変えながら、いわゆる、ある一定の均衡が破られつつ、新しく作られつつと、そのように不安定な状態でもありますので、そういった状態は、この地球だけではなく、宇宙としても、様々なエネルギーがより平和的にそういったプロセスを歩めるようたくさん介入している。これはもちろん地球に限ったことではありません。私たちが存在する天の川、そして他の多次元的な宇宙空間においても、そのように、各々がやはりワンネスでつながってますから、そういったタイミングにおいては強く影響し合う、また強くサポートといった概念に近いですね、感じで、決して干渉
っしゃっています。そういった中で、エクシビシュティティであなた方の肉体や感情、そして、思考ですね。それにも漏れなく同じだけのエネルギー的な干渉が起こっています。ということは、エクシビシュティティってやっぱり、ある瞬間こう思ったけど、やっぱり違うとか、エクシビシュティティ、ある瞬間とても幸せだったのに、次の瞬間にはすごく不安に感じてしまうとか、そのように、行ったり来たり、もしくは、右に触れたり左に触れたりと、そのように揺さぶられているということが起こっているかもしれません。もしくは、エクシビシュティティって今までやってきたパターンというもの、あなたの、スタイルといったもの自体がもうフィットしないと感じて、新しいものをやろうか、いやこのままなんとかならないのだろうかとか、そのように揺れ動いたり、とにかく二極化の中のエネルギーで行ったり来たりしながら、より新しい、均衡を保とうと、創造性のエネルギーが活性化している状態にあります。さて、そんな中、より、健やかに、そしてより抵抗なくスムーズに、お過ごしになっていただくために具体的なお話をいたしましょう。エクシビシュティケティテタパチケチャポシルガーナテタブリシティケティ。まずは、エクシビシュティケティテタパチケティピテティティシエンシカシャブリケティ。うん。エケティ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 エシカシャブリケティ。うん。うん、まずは体の面から言うと、上質な水分をとってください。これは水ですね。エクシビシュ、そして、ミネラルバランスに気をつけること。次に、エクシビシュでチュチュクシュチュクって、自分で自分の体を慈しむといったことを、存分にやってください。エクシビシュ、例えばエクシビシュチュチュク、体に不調があったらそこに触れたり、そこを慈しんだりする気持ちで自分の肉体というものを受け入れてください。そして、エクシビシュティケで睡眠は大事ですね。エクシビシュティケ、体の、エネルギーを、充電するようなつもりで、寝るという行為もとても大事になってきます。そして、エクシビシュティケで、とにかく水というものがキーワードになってきますよ。水で、きれいにするとか、うん、上質な水を飲むとか、とにかくそのような水があなた方の、電子バランスを整え、そして、浄化、クリアリングといったものに大変貢献してきます。ということは、すなわちマザースの水も大変大変貴重で、とてもとても大切に、そして丁重に扱っていく必要があるということでもありますね。次に、次は感情面ですね。感情面、エケシュベシュレティ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 カシャベレケディ、うん、今まで、あなたが、あまり直視してこなかったような感情があらわになってくる瞬間があるかもしれません。そういった時は、エクシュビシュケシュケシュケシャブリケティティビシュティケテ、うん、それを、自分として感じるのも時として有効ですが、あまりにもそれがハードな時は、それを自分から取り出して、あ、そうなんだ、そんな思いがあるんだというように、観察してみてください。エクシュビシュ、あまりにもそれと同調しすぎてしまうと、その感情自体の周波数の乱れにさらに、あなたが影響を受けることがありますので、一つ、距離を置いて、あ、そうなんだ、こんな感情もあるんだねとか、それ以降のジャッジメントは必要ないですよ。エクシビシュ、とにかく自分と、自分にはエクシビシュティ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 、面食らうような、強い感情であったり、強い批判的な気持ちが出てきたときは、ある程度距離を取ってください。また逆に心地いいと感じるような、あ、自分にはこんな愛情があったんだ、自分にはこんな幸せがあったんだ、そんなものが湧き上がってきた場合は、別に心地よさがあれば、どうぞそれと一体化してください。いわゆる感情の種類において、あなたがどういうスタンスを取るか、距離感を持つのか、それが健全な、態度の取り方なんです。そこをトライしてみてください。最後に、エクシュビシュティ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 、他者との関わり合い方ですね。エクシビシュティティケシャバシュチケティティケバシャブリキ。よくスピリチュアルな世界では、愛と光を持って全てを受け入れましょうとか、愛と光を送りましょうとか、そのようになっていますが、エクシビシュティケティ、愛と光というのがあなたにとって、もし具体的な実感や、それを、感じられないのであれば、エクシビシュティティケシャバシャラカバリティタバシュティケティ、より、凪ですね。波が、穏やかな、そんなような状態でいるように努めてください。例えば、ケシュビシュで、あなたを逆なでするような人との関係があった場合も、
エキシビシュティティがある程度コントロールする力を持って、そこに自分がザバンザバンと自ら波を起こすというよりも、ないだような気持ちでいることを努めてください。エキシビシュ、そのようにあなたが意図するだけで、他者との関係が、エキシビシュ、大荒れのこう嵐のようなものではなく、ないだ、調和的な関係を築くことができます。また、エキシビシュティがしゃべきてつけちゃばれきて、言葉のコミュニケーションを、恐れずにしていきましょう。もちろん言葉を、交わさなくても、心が通じ合っている、もう共にいるだけでハッピーだという、関係性があれば、それはそれで素晴らしいですが、今は自分を知る時期、そして他者を通して、よりまた自分を知る、そんなタイミングにありますから、あえて言葉によって表現してください。それが今までエキシビシュチケチェであまり習慣がなかった方でも、エキシビシュ積極的に言葉にしましょう。エキシビシュ、それの言葉というツールを通じて、他者との関係を新たな、可能性を見出してください。挨拶一つとってもそうなんです。エキシビシュチケチェありがとう一つとってもそうなんです。また、エキシビシュ、私はこう思ってるんだということを言葉にするというのも大事です。そして、さらにエクシビシュというチャレンジしていただきたいのは、あなたはどうお感じになりますか、あなたはどう思いますかと、他者からもその、きっかけをあなたが提供してあげてください。それこそ真のコミュニケーションなんです。自分を表現するだけではないです。あなたのことも私は知りたい、あなたの、考えを、受けることによって、さらに自分の新たな側面を発見していけるんだ、そのような、コミュニケーションの、方法をぜひトライしてみてください。あやのさんは具体的なものというオーダーがありましたので、肉体、感情面、そして、思考、他者との関わり合い方、そのような観点でお話しさせていただきました。この日常のありふれた、すぐにでもできそうなことが、あなた自身をより調和のもとに、そしてエキシビシュ、この均衡が破られてまた作られてという変化が大きい、このエネルギーの干渉し合っている中でも、より健やかに過ごしていける指針になると思います。そして、あなたがそれを行っているということは、マザースも漏れなくそのようなことが、マザースの土地であれ、エネルギー上であれ、人や宇宙との関わり合いの中でも同じことが実は起きているんですよ。それがエキシビシュアセンションの具体的な今起きている現状ということなんです。エキシビシュ、もし、そうか、これならすぐにトライしてできそうだなと思うことがあれば、ぜひ積極的にトライしてください。今日は、クシュビシュティティティアバシュティティアスティシケセブシュビティ、このようなことを、お伝えできることがとても、本当に幸せで嬉しく思っています。しかしあなた方が、クシュビチティティティアシャブリ、より、クシュビチティティティクシュビチティティ、充実感を伴った、毎春を重ねていかれることを心より願っております。ありがとうございました。はい、ということでしたね。いかがですか？伝えてくれてるメッセージって、アセンションという枠をね、カテゴリーか、取っ払ってももう全然いいですね。っていうか、もしかしたらアセンションって言って、イベントのように取り扱ってるけど、そうじゃないかもしれないって私思いましたね。ずっとずっと当たり前にあること。ずっとずっとそのプロセスだっていう。ただ今それの影響が強く出ているだけみたいな、そんな感じですかね。なんかそんな気がしてきましたね。と思ったら、何も特別なイベントだとか、これをどうにかしなきゃいけないとか、それってちょっとエゴっぽいですよね。そんな風に思わなくていいのかもしれないと思いましたね。どうですか？自分がトライしてみたいとか、これってやったら、自分すごく良さそうだなっていうことありましたかね？ごめんなさいけど、覚えてないから、録音また見直したいと思います。何かハッとすることだったり、どういうことなのかなーって思ってる人にプッと届いたらね、いいなと思います。なかなか興味深かったですね。じゃあ最後までお付き合いくださって、どうもありがとうございました。